兵庫県立神戸商業高等学校は、兵庫県神戸市た留美区にある公立の商業高等学校。1878年に国内2番目の商業学校として開校した神戸商業講習省を源流としている。兵庫県では、県省の愛称で親しまれている。1877年11月、当時の県令、森岡正澄は、 慶応義塾の福沢諭吉と会談、神戸港の貿易の発展を担う人材育成のため、神戸商業講習所創立の圧線を依頼、講習所の創立当時は、慶応義塾の教師その他一切を引き受け、公費の二百円は、県税より支出された。初代校長は、海織へ。後、神戸商業講習所は、兵庫県立神戸商業学校と改称し、戦前、戦後を通し、 卒業生が経済界、政界、学問の世界で活躍した。学校自体は1962年に県立清涼高校から分離し新設された経緯から在校生の学校における改正についてはこの時を起点とする申請会で故障される。一方、同窓会については商業学校たる本校の流れを組む神戸商業講習所県立神戸商業学校。 県立第一神戸商業学校、県立第一神戸商業高校、県立星稜高校商業科、県立神戸商業高校で構成され、この流れで記算された、改正で故障される。現在の星稜高校側においても、この件ゆえに、星稜高校の学校自体の誕生は、本校の創立した1878年になるが、学校分離以後に、 本校の流れは分離されて神戸四中のみを前進と、みなした1941年の創立とされている。1949年時点で、小学区制、総合制によって、清涼高校は普通科、商業科とも、るみ区内のみから進学できる高校となった。その後、小学区制は若干見直され、神戸第三学区となった際、普通科に対して商業科は、 学区全域から入学する傾向になった。さらに、伝統ある商業化単独校、検証、復活の機運が、卒業生や神戸商工会議所を中心に活発化したこと、垂水区内での宅地開発に伴う人口増加を受けて普通家庭員の増大が課題となったことも後押しとなり、広市分離が行われることになった。協議の結果、星稜高校は維持した上で、 昭和37年度から商業化の募集を停止、同年度から商業化単独校の兵庫県立神戸商業高等学校が新校地となる現在地に新設され、神戸市内全域から生徒を募集した。なお、戦後の商業化単独高校誕生自体は第1号ではないが、誕生実現への動きは、神商同窓会など検証の働きかけによるところが大きい。自主。 想像感謝の幸訓。その幸訓のもと相互に切磋琢磨し、心身の独立を、全うし、自らその身を尊重して、人としての品位を恥ずかしめないものを、独立自尊の人という福沢諭吉の考えである。独立自尊の心を培う。兵庫県神戸市垂水区清涼台4丁目にあり、最寄り駅は、JR 垂水駅、神戸市営地下鉄学園都市駅、近隣に、 兵庫県立舞子高等学校、兵庫県立清涼高等学校がある。男女の比率は女子が多い。部活動も盛んであり、詳しい活躍は公式サイトを参照されたい。検証という略称は地域や校内で広く使われている。校歌の歌詞にも用いられており親しみを感じることができる。商業強化は、簿記、情報処理等があり、都がによって異なる。 商業化は2年次より、進学類型と総合類型に分かれる。進学類型では、重点が一般教科に移り、総合類型では、選択商業教科が多彩である。進路については、約3分の1の生徒が就職を希望し、近年は進学希望者の数が、就職希望者の数を上回っている。また進学では、取得した資格などを活かした。 指定校推薦というものもあり、進学にも力を入れている。ありがとうございます。